安田財門安田財門像安田記念は日本中央競馬会が東京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省商店安田記念と表記される。競争名の安田は明治、大正、昭和にわたって競馬に携わり、競馬法制定や東京優秀の創設などに尽力。 日本中央競馬会の初代理事長も務めた安田伊沢門に由来、東京競馬場には安田の功績を称え競争が混流されている。聖賞は農林水産大臣賞、日本橋協会連合会会長賞、ブリーダーズカップチャレンジ賞、中央競馬における上半期のマイルを決定戦として位置づけられている GI 競1951年に、 安田省の名称で創設。名称の由来となった安田伊沢門が1958年に死去したため、同年より県名称に改称された。創設当初は東京競馬場の芝1600メートルで4歳以上の馬によるハンデキャップ競争として施行されたが、1984年にグレード制が導入され、GI に格付け、施行時期も 優春品馬の前に移され5歳以上の馬による定量戦に変更。1996年からは東京優春の翌週に移設の上競争条件も4歳以上に変更され現在に至る。2005年から2011年まではアジアマイルチャレンジの対象レースとしても施行された。外国サ馬は1984年から 外国馬は1993年からそれぞれ出走可能になったほか、1995年からは地方競馬所属馬も出走可能になった。2016年からブリーダーズカップチャレンジの対象競争に指定され、優勝馬には当概念のブリーダーズカップマイルへの優先出走権と出走登録料、輸送費用の一部負担の特権が付与される。2017年より、 本競争の1から3着馬には、当概念に行われる、ジャックル・マロワ賞への優先出走権が付与されることになった。2018年より、ビクトリア・マイルと共にデスティナシオン・フランスの名称で、ジャックル・マロワ賞と提携。2021年よりムーランド・ロンシャン賞も、対象競争に追加され、上位3頭に優先出走権が付与される。世界の競馬開催国は、 国際セリム名簿基準委員会によってパート I からパート4までランク分けされており2016年時点で日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争はパート4にランク付けされている。また各国の主要な競争は国際的な統一判断基準で評価されており競馬の競争における距離別の区分法として定着しているスマイル区分によると 安田記念はマイルに分類される。国際競馬統括機関連盟が公表した2020年の年間レースレーティングの平均値に基づく世界のトップ 100GI レースによると安田記念は全体の7位にランキングされた。マイルのカテゴリーからランクインした外国の競争との比較ではジャックル・マロワ・ショーと並んで最高の評価となっている。 マイル王者決定戦という位置づけではあるが、マイラー以外にも梅雨時の宝塚記念を懸念して回避してきた中距離場や、この時期大きな目標がないスプリンターが安田記念に標準を当てて参戦するケースが少なく,なく、なく、毎年数多くの GI ホースが集結し、メンバーが揃う傾向にあるためでもある。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格。 サラ系3歳以上負担重量、定量出馬投票を行った馬の、うち優先出走権のある馬から優先して割り当て、その他の馬は、通算習得賞金、過去1年間の習得賞金、過去2年間の GI 競争の習得賞金の、総計が多い順に割り当てる。優先出走権が異国馬、及び、レーティング順位の上位5等は、本競争に優先出走できる。 JRA 所属馬、地方競馬所属馬は、同年に行われる以下の競争で1着となった馬に、優先出走権が付与される。地方競馬所属馬の出走資格地方競馬所属馬は、同年に行われる下表の競争で2着以内となった馬に、優先出走権が付与される。上記のほか、高松の宮記念及び大阪杯の2着以内馬、NHK マイルカップの3着以内馬、 ビクトリアマイルの2着以内馬も本競争に出走できる。また、指定された外国の国際 G1 競争優勝馬、地方競馬のダート交流 GIJ プニー競争優勝馬にも出走資格が与えられる。2020年の1着賞金は1億3000万円で、以下2着5200万円、3着3300万円、4着2000万円、5着1300万円。 距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。日本馬の所属表記は1953年までが国営1954年以降は JRA としている。外国馬の所属表記は出展が明記されているもののみ表記し、検証できないものは空欄とした。競争名は第7回まで安田賞。 第8回以降は、安田記念、各界競争結果の出展。ありがとうございます。